どうもウエストランド井口です。はい、活動報告動画でございます。ちゃんと撮れてますでしょうかね。と言いますのも、スマホ変えました。画質とか良くなったりするのかよくわかりませんが、まあ同じね、機種の新しいやつにしたんで操作方法とか変わんないんで基本的には大丈夫だと思うんですけど、なんかね、まあアプリとかそのまま引き継いだとしてもまた開いてね、その都度、ログインしなきゃいけなかったりしていろいろめんどくせえなと思いつつも、やってます。どうでしょうかね、ちゃんとできてますでしょうか。そしてですね、まあツイッターとかインスタを見てくれた方はわかると思いますけど、まあ食べっ子動物、あのお菓子のね、動物のいろんなキャラクターがいるんですけど、その中にいるリスのキャラクターが僕にすごい似ているみたいな話を、まあいろいろちょこちょこしてたりとかですね、食べっ子動物のラインスタンプの中にもそのリスのキャラクターいて、その感じが、すごい僕に似てるみたいなことを言ったりしてたんですけど、まあなかなかリスのキャラクターがね、食べっ子動物のグッズにはいないし、お菓子のパッケージにも映ってないということがありつつ、そんな中ですね、UFO キャッチャーで、食べっ子動物のぬいぐるみの中にリスの、キャラクターが入っていたということで、それを撮りました。はい、こちらです。まあね、これは我ながらと言いますか、僕が見ても似てるなっていうふうに思いますから、すごい愛着も湧きますし、持ってるビスケットはね、まあ自分のを持つわけにはいかないからか、タカ、ホーク、なんかね、ちょっと怖い感じもしますが、これ撮ったんで、ぜひ皆さんもね、お近くの UFO キャッチャーに食べっ子動物のやつあったら、撮ってみてくださいね。ツイッターとか見る限り結構もう撮りましたみたいなね、人たくさんいて、まあ嬉しいっていうか、別に僕は関係あるわけじゃないんですけど、まあ、少しでもね、貢献できれば、いいと思いますからね。そして、この後ろにあるこれね、気になってた方もいますけど、これファジアーノの、ブランケットというか、ポンチョみたいになるやつをただここにかけてます。でもなんか、いい感じですよね。ここ、つなぎ目があったんでね、ちょうど、まあまあ、まだ寒い日もあるからちょうどいいかなという感じで、ちょっと僕がここに座っちゃうと、ファジアーノのロゴが見えないんで、あんまりそれはどうかというところもあるんですけど、ファジアーノのやつです、これはね。あとはですね、我々の初めての冠番組 VS ウエストランドがですね、終了しまして、全10回、見てくださった方々ありがとうございました。最後はですね、まあ、このファジアーノのホームスタジアムでもある、シティライトスタジアムで PK 対決をしたりとかですね、岡山城で岡山にまつわる、クイズとかをやったりとかですね、岡山色の強い、企画になってましたんでね、それはそれで、ファジアーノのね、選手、金山選手にもお世話になりましたし、スタジアムを使わせていただいてありがたい限りですし、岡山城もね、使わせていただいてありがたい限りです。本当に、まあ、M1 のね、優勝のご褒美的な番組ではあったんですけど、いろんなことやらせていただきましたんで、たくさん皆さんもね、見ていただいて、いろいろツイートをしていただいたり、感想をね、言っていただいたりして嬉しい限りでございます。番組内でもなんか発表されてたんですが、イベントが、あるという話です。僕も全然内容とか、日程とか分かってないんですが、いつか VS ウエストランドのイベントがあるみたいなので、その時はまた皆さんよろしくお願いします。あと VS ウエストランドのね、その最終回の1個前の回で、苦い毒入りスープみたいなの飲んで、僕がそれはもう分かんなかったみたいなのあったんですけど、うまくいかなかったっていうだけで、別に大丈夫ですんで心配しなくても大丈夫ですからね。本当に味覚がどうこうなってるわけではないんで大丈夫です。単純に僕がよく分かんなくていいリアクションができなかったっていうだけなんで、そこはご心配なくというところでございます。あ、そうだ、そういえばですね、これちょっとVS ウエストランドで、PK 対決をしたんですけど、ゴールキーパーのね、金山選手がゴールキーパーやっていただいたんですが、その後ですね、このキーパーグローブ、こちらサインを入れてですね、その時つけてたやつ、まあ普通に実際使ってるやつなんですけど、井口さんいりますみたいな感じで言ってくれて、え、いいんですかってサインを書いて、これを、いただきましたから、本当にこれ嬉しいです。優しい。そのね、お気持ちも嬉しいですし、実際これをいただいたんで、もうちょっと次ファジアーノ応援行かせてもらうときはこれをつけてですね、
応援しようかなというふうに思ってますんで、本当に、ありがとうございます。金山選手も、ファジアーノの皆さんもいつもいつもありがとうございます。なのでね、また岡山に行くときは、よろしくお願いします。応援したいと思っております。あとは、何ですかね。まあ、Q 様にもね、出させていただきまして、2回目だったんですけど、まあ、頑張りましたよね。Q 様やっぱどんどん脱落していくシステムなんで、ちょっと、ね、最初のラウンドで脱落することも全然あるんですけど、まあ当然ね、いろんな要素、運的な要素もあれば、どこで答えるかとか、どの位置から始まって他の人の結果とか、いろんな要素はあるにせよ、なんとかね、半分ぐらいまで残ったんで、相当、僕の中では十分頑張れたかなと思いますし、敗者復活もね、すごい惜しくて、本当にギリギリだったんですよね。一問取って、あと一問取ればというところで、最後のところ、伊集院さんに取られちゃったんですけど、0.1 秒差ぐらいだったんで、インベーダーゲームでしたから分かったんですけどね、ちょっと押し負けて復活できなかったんですけど、まあまあまあ、いいとこまではいけたんじゃないかなというふうに思っております。また挑戦させてもらう機会があればね、勝負ところでちゃんと早押しをして、もうちょっと上に行けるように頑張っていけたらなというふうに思っております。そのぐらいですかね。ちょっとまた、本当に急遽撮ってるんで、いろいろとまとまってはいませんが、なんかあれば、また思い出したら撮りたいというふうに思っております。まあ、M1 ツアーもね、ちょっと一段落といいますか、こっからまたしばらく期間空いたりするのかな。いろんなところでね、ネタもやらせていただきましたし、あとそうだ、K プロさんのね、ライブで、まあ、行列の先頭っていうライブも5月にありますし、その前に、クラウンヒットパレードという2日間でいろんなライブをやる中に我々も30分、ソロライブをやらせていただきますんで、もうチケットがちょっと今どういう感じになってるか分かりませんけど、ぜひぜひ皆さん見ていただきたいですし、配信とかもあると思いますんで、よろしくお願いしますというぐらいですかね。まあやらなきゃいけないことはたくさんあるんでしょうが、ちょっとこうね、目を背けながらなんとかやっております。あとね、唇を噛んで、それがもう、やっぱ疲れてると、なんかね、腫れてきて、そこにこう、いつもの感じでやってると噛んじゃってみたいなので、ちょっとね、そこが痛くて口内炎みたいになって、すごい嫌っていうのは、あります。まあ、それぐらいですかね。ちょっとまた思い出したら、撮りたいと思います。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。これも撮れました。また、何かしらの動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価ボタン、そしてコメントも。そうだ、前回この話してくれみたいなコメントを、募集したのに全然その話をしなかったですね。ちょっと次はちゃんとしたいと思いますんで、コメント書いてください。あとフリースタイルティーチャーにも、出させていただいておりまして、今回は生徒対ティーチャー、要は芸人対ラッパーの方々という勝ち抜き戦の、方式になっておりますんで、どこかで、出てくることあると思いますんで、毎週チェックしてください。よろしくお願いします。ということで、何かしらの動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。